よーし、エガちゃんです。今日は真面目な話がある。毎日ニュースでやってるけど、新型コロナウイルスの感染が拡大している。あまり不安を煽るのは良くないけど、感染拡大を止めるにはお前ら一人一人の行動にかかってるんだ。もう他人事じゃないぜ。俺だって遊びに行きたいぜ。でも今は我慢だ。みんなでこの危機を乗り越えようぜ。ステイホーム、お家で過ごそう。一人一人の自覚が大事だ。考えよう。ありがとうなー。